サーティース TS20 は、サーティースが1978年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ジョン・サーティースとケンシアーズによって設計された。1978年シーズン、チームは、序盤の4戦で、TS19 を使用した後 TS20 を投入した。第5戦モナコで、ビットリオブランビラにのみ、TS20 が与えられたが、 ブランベラは予選を通過することができなかった。続くベルギーでも、ブランベラのみが TS20 をドライブしたが、決勝は13位であった。第7戦スペインでは、ルパート・キーガンにも TS20 が与えられた。このスペイン GP では、ブランベラが7位、キーガンが11位で完走している。第8戦スウェーデンではキーガンが予選落ち、ブランベラはアクシデントのためリタイアしている。 フランスではブランビラが17位、キーガンはエンジントラブルでリタイアした。イギリスではキーガンが予選落ち、ブランビラは決勝9位となる。ドイツではブランビラが燃料システムのトラブルでリタイア、キーガンは前線に引き続いて予選落ちした。オーストリアでもキーガンは予選落ちした一方、ブランビラは6位に入り、ポイントを獲得した。オランダではブランビラが レース開始時にマシンを押したことで失格となり、キーガンは日曜のウォームアップで手を怪我したためスタートしなかった。イタリアグランプリではキーガンに代わってジマックスが起用されたが予選落ちしている。一方のブランビラはスタート直後の第1コーナーにおける多重事故に巻き込まれ、リタイアとなった。ブランビラは事故の際に他社の外れた車輪が頭を直撃し重傷を負った。 第15戦アメリカでは負傷のブランビラに代わって、ベッペ・ガビアーニが起用され、ジマックスもルネ・アルヌーと交代した。ガビアーニは予選落ちし、アルヌーは9位で完走した。最終戦カナダでは、ガビアーニが予選落ち、アルヌーはエンジントラブルのため、リタイアとなった。チームはその後十分な活動資金を用意できず、79年用のマシンを準備していたにもかかわらず、 78年をもって F1 から撤退した。チームはその年のブリティッシュオーロラシリーズで短期間、活動した後、閉鎖された。ありがとうございます。